皆さんこんにちは、ブルーマジックのケイスケです。前回の動画でですね、 R21 ボタニエンスシリーズを使用したところ、実際に毛が生えましたということで動画を公開したんですけれども、結構ね反響が大きかったんですが、使用前と使用後の比較画像がちょっと分かりにくいっていうご指摘をいただきましたので、もう一度ちょっと撮り直してみましたので、こちらをご覧ください。はい、どうだったでしょう。すごくないですか。自分でもね、本当に驚きもあるし、やっぱり嬉しいですよね。ということで、すでに女性のお客様も男性のお客様もご好評をいただいているんですが、なんと今回はこちらの商品を使用した新しいヘッドスパメニューのご紹介をしたいと思います。その名もサプリメントスパということで、まずサプリメントスパのご紹介 VTR をどうぞ。アトリエブルーマジックがご紹介する新しいヘッドスパメニュー、サプリメントヘッドスパ。植物が成長するために養分が必要なように、髪を育てるためにも頭皮に栄養を補う必要があります。マッサージで血行を促進しながら頭皮に必要な栄養を補給できるのがサプリメントヘッドスパの最大の特徴です。ではなぜこのヘッドスパに育毛効果があるのか。まずは抜け毛を防ぐメカニズムからご紹介いたします。長寿エキスをはじめとした8種類の植物エキスが、男性型脱毛の原因となる頭皮の酵素である 5α リダクターゼを抑制、イザヨイバラエキス、肝臓根エキスが女性の脱毛の原因となるエストロゲンホルモンの減少を補います。次に発毛促進のメカニズムです。センブリエキスをはじめとする8種類の植物エキスで頭皮の血行を促進し、毛母細胞へ十分な栄養を送り込みます。そして医薬品の育毛剤の中で極めて効果が高いとされるミノキシジルと同等の効果があるとされ、副作用の懸念が取り除かれたピディオキシジルで発毛を促進、さらに細胞を活性化することで育毛発毛を促すシアル酸が人間の約2000倍含まれているツバメの巣エキスでも発毛促進へアプローチします。ちなみにこのシアル酸、免疫力や内臓器官などの各器官を強化するほか、自然治癒力の向上などに関わると考えられています。その他、米発酵エキスでアミノ酸やビタミン、ミネラルを補給、発毛促進因子が含まれるプラセンタエキスでホルモンバランスを整え、さらに疑似的に髪の成分を作り、傷んだ髪を補修し、張り腰を出し、活性酸素の除去をし、皮膚の老化を防ぐヘマチンも配合されています。その他、全21種類の植物美容オイル、全21種類の植物美容エキスを配合、またコンディションに合わせたアロマオイルを調合し、心身の不調改善にアプローチ、頭部マッサージによって精神的ストレスや身体的ストレスを解放し、血液やリンパ液の循環を促します。情報伝達系、循環系の2方向からアプローチして、体のバランス機能を正常化し、ストレスに起因する不調を緩和する効果もあります。15分のクイックサプリ、専用のヘッドスパブースで行う30分のサプリメントスパのラインナップをご用意、お客様のニーズに合わせて最適なメニューをお選びいただけます。頭皮に栄養を与えるサプリメントスパ、ぜひお試しください。はい、いかがだったでしょうか。栄養のない土壌に元気な植物が生えないのと同じように、栄養のない頭皮にも元気な髪っていうのはね、生えないんですよ。でそのためにまずは健康で健やかな頭皮、土壌作りですね、今回のように頭皮にきちんと栄養を与えるっていうヘッドスパでもあります。覚えておいていただきたい成分っていうのが、まず1つ目ピディオキシジル、それからシアル酸、そして男性型脱毛、いわゆる AGA を抑制する長寿エキス、それから女性の脱毛の原因になるエストロゲンホルモン
の減少を補ってくれるイザヨイバラエキス、それから肝臓根エキス、で最後に髪に張り腰を与えてくれる補修成分ヘマチ、これがですね私がすごく着目している、本当にいっぱいあるんですよ。あのご紹介 VTR にもありましたが、何種類もの植物エキスとか栄養素がたくさん詰まってる中でも今お伝えした成分はすごいなと、効き目があるなっていうふうに実感できました。これらの栄養が、しっかり頭皮に補えてリラックス効果であったりとか自律神経を整えてくれたりとか、香りの効果ですね、リラックスができたり血行促進効果もあります。私も実際に体験してみたんですけれども、爽快な気分になるのと視界が広がるような感覚と、やっぱり自分ではできないなというふうに思います。今回のヘッドスパなんですけれども、実は2種類ご用意しております。1つ目がクイックサプリといって15分でできるタイプで、これは専用の栄養を時間をちょっと短くして効率的に補うというメニューです。それから30分の専用のヘッドスパブースで行うサプリメントスパというコースもございます。こちらのヘッドスパはカラーの後に行うこともできます。なんと嬉しいことに9月末まで特別価格でご案内をしています。キャンペーン価格についても概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧になってみてください。この動画を見てくださって、少しでも気になるっていう方がいらっしゃいましたら、一生懸命作ったリーフレットが各お席に置いてありますので、手に取るだけでも面白い内容になっているので、ぜひご覧いただきたいです。 YouTube でこの動画を視聴していらっしゃる方は概要欄から見られるようになっておりますので、ぜひぜひご覧になってみてください。たくさんのお客様にご体感いただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ブルーマジックのケイスケでした。ありがとうございました。